おはようございます。1ヶ月ぶりのセントレアです。今回この動画は今年の2022年年内最後の海外シリーズということでお届けしていきたいと思います。ここ最近私の動画のスタイルは、今までであればね、いろんな国を一気に回ってくるとか周遊系でやってたんですけども、今ね入国緩和を進んでワクチン打ってればですね、まあ、すぐ日本にも帰ってこれるし、向こうでも検査しなくていいということなんで、先日の台湾みたいにね短い時間で行って戻ってくるとかやってたんですけども、今回はちょっと長めに1ヶ月間ぐらい出かけようと思います。発表します。どこに行くのか。ベトナムに行きます。そしてハノイに向かいます。セントレアからですね、まあ、ベトジェットが就航したっていうのは、まあ、皆さん知ってると思いますけど、ね、今年の7月ぐらいだったかな。まだ私1回も乗っておりませんので、このセントレア初のベトジェットっていうのはね、ベトジェット自体はタイの国内線とかね、まあ、乗ったりとかはしてるんですけども、国際線でセントレアからっていうのはちょっと今回ですね、まあ、料金的にも安かったということで取りましたんで、とりあえず一旦4時間ほどのフライトでハノイに行こうと思います。その他もろもろの話は後からしようと思いますので、とりあえず今からもうチェックインの方行きましょうか。セントレア初ベトジェットハノイ行き、割とねフライト時間出発時間早いです。9時25分出発なんで、だいたい8時9時前ぐらい、9時前かなにはもう搭乗開始ということなんで、割とね世話しないですね。ということでチェックイン、荷物預け完了いたしました。かなりスムーズでしたね。あっという間に終わりました。それでも結構並んでましたね、こんな朝早い時間に。ハノイ行き搭乗率高そうです。まあフライト時間ね4時間ぐらいなんで、まあ、そんな長くないんで大丈夫ですけども、 LCC でね隣にいないことを、はい、祈ります。受付のスタッフさんたちはあれ何なのかな、エアプさんなのかな。エアプさんでもセントレアいないからね、韓国人の人たちがチェックインカウンターの作業をやっておりました。はい、ということでもうやることはありませんので、保安検査を受けて出国してプライオリティパスで朝ごはん食べましょう。まあ今年もこれ最後ですね、きっとプライオリティパスとセントレアで使うのは。お腹すきました。行きましょう。ということで保安検査と出国審査終わりました。なんとね1番でした。今日のセントレアの保安検査1番目。お客さん結構並んでたんですけど、たまたま保安検査が早かったんですぐパッパッと終わって、1番乗りの制限エリアですね。あもうクリスマスツリーとか出てるんだ。こんな感じですね。とりあえず朝ごはん食べましょう。多分まだやってないんだよな。やっぱりまだやってないですね。確か時間ギリギリだったな、自分のフライト時間の。もしかしたら食べれないかもしれないですね。はい、ということで久しぶりにセントレアグローバルラウンジ来てきました。ここはねプライオリティパスで入れるラウンジなんですけど、さすがにまだ開いてないですね。まだ開いてないというか、オープン自体してないというか、閉まったままです、コロナ以降ね。でこっちがね大韓航空のラウンジ、カルラウンジなんだけど、プライオリティパスで入れたっけな、入れなかった気がする、セントレアのやつは。まだなんでおとなしく待っといた方がいいですね。すごい、マジで誰もいない。国内線側はねすごい混んでましたけどね。一番乗りにしか見れないこの風景ですね。ベトの前に来ました。23番ゲートこちらですね。ベトジェットの VJ929 便ハノイ行き。こんな奥まで久しぶりに来たな。真ん中ぐらいからね入れなくなってたんですよね、国際線復活してからも。全区画を使うようにセントレアが戻りましたね。ということでお店が開きましたんで、早速プライオリティパスで食事を食べに来ました。朝のね7時半から営業みたいですね。なんで俺最初8時半かなと思ってたんですけど、7時半だったんで助かりますね。余裕で食べれますね。で今ドリンクと食べ物をオーダーしました。いろいろ悩んだんですけど、うなぎにしました。ここで食べるの2回目ですね。ラーメンもいいかなと思ったけど、ちょっと朝からあれかなということで、まあ、うなぎもこってりですけど、しばらく日本に帰ってこないんでうなぎ食べとこうと思います。ウーロン茶とリンゴジュース、もう一気に両方もらっちゃいました。あ喉乾いた。いいね、お店も今自分しかいませんね。食事が出来上がるまで時間があるんでちょっと説明しますけど、ベトジェット今回ねそんな安くはなかった。このセントレアハノイで私はこの荷物も全部込み込みのパッケージで、座席してるとこもね、で3万2000円ぐらいでしたね。ちょっとこれは安い LCC とは言えないなとは
今回思いましたけど、まあでも他のねベトナム航空とかまた成田関空から行くよりも、まあ、トータル的には安かったんで、荷物が無料キャンペーンみたいなのやってるって聞いて知ってたんですけども、その説明はなかったですね。まあ、元々荷物込み の, あのプランを取ってるんで言われなかったのかもしれないですけど、なんかそれやってんのかな、ちょっとよくわからんかったですね。はい、まあ、今回片道で3万、3000いかないぐらいですね。ということで着丼いたしました。うな丼と唐揚げ、個人的にはねこの唐揚げがめっちゃでかいので、毎回ね食べた後は食いすぎたって思うんですけど、ついつい忘れて頼んでしまいますね。はい、野菜はないです。このレタスぐらいかな。あとシンプルにうなぎね、これもうまいですね。はい、じゃあそれではゆっくり食べようと思います。それじゃあいただきます。いやもうすごいよね、何度も取り上げてるけど、私のチャンネルではセントレアのプライオリティパスの実力がやっぱね日本で一番だと思いますね。まあ、関空もボテジュ再開するみたいですけど負けてないと思います。いただきます。あとは揚げたて唐揚げまだ朝7時半ですからねうん、超揚げたて。それでは食べ終わりましたんで、最後引き立てアイスコーヒーをもらってお店を出ましょう。いいね、コーヒーテイクアウトできるのも素晴らしい。それではあと10分後ぐらいに、搭乗開始ですね。もうベトジェットの飛行機は到着しております。日曜日はね割とセントレア国際線便が重なってて、シンガポールタイ航空ベトナム航空、あと今日夕方にはデルタとか、あとフィリピン航空とかいろいろありますね。久しぶりなんかこの国際線のスポットが埋まってるのを見ましたね。お客さんもまあまあ今増えてきてますね。今回はどうなんですかね、搭乗率、うん、さっきのチェックインカウンターの時は半分ぐらいみたいなことを最後教えてくれたんですけども、私の隣に来るのかな、うん、横一列空いてたらかなり快適に行けるんで。あとですね、保安検査の時に、まあ、普段であれば、あとセントレア最近ちょっと厳しいイメージがあるんですけど、ね、ノートパソコンとかタブレットとか、あとバッテリーですね、それをトレイに出すように毎回言われてたんですけども、今回はもうそのまま中で入れといて大丈夫ですと、そういう機械なんで大丈夫ですというふうに言われたんで、新しくなったんですかね。なんでパソコンも出さずにそのままリュックそのままボンと置いて終わったんで、かなり早かったですね。なんか最近そういう風になってきたって話を聞いたりもしたけど、実際どこまでなのか分かんなかったんですが、今日はそういう感じでした。うん、今後そうなっていくんですかね。かなり時間短縮になりますからね。ただやっぱり皆さんにちょっと言っておきたいのは、バッテリーの容量ですね、それが記載されてなかったり、その文字が消えちゃってるようなバッテリーは特に海外だと没収される可能性高いですので、気をつけてくださいね。まあ昔から私のチャンネルでは言ってると思いますけど、現地でねバッテリー買い直すのはかなりお金の無駄だと思いますんで、気をつけてください。搭乗まであと10分なんですけど、今ね私呼ばれまして、名前が呼ばれたんで何事かと思って行ったんですけど、なんとねありえないというか愚かなミスを私はしておりました。でも俺そんな記憶ないんだけど、搭乗券のね、まあ、チケットを多分買うときに、名前ですね、名字と名前が逆になってるということで、今も自分もチケット見たら逆になってたんですよね。そう。で、でも、普通に通されたんですよね。保安検査も通ったし、チケットも発券してもらって。そんで、名前とあれ逆なんですけど、って言われて、あ、マジと思って、すいませんって。で、今パスポート見せて、で、なんか、やり取りしてくれて、まあ多分ベトナムなんで大丈夫ですっていう答えで終わったんですけど、そんなことあるんですかまあ向こうでイミグレーションで逆で捕まって時間かかるっていうことは多分ベトナムではないと思いますっていうふうな話でしたいやどうだろう、こんなミスね、ていうか名前と名字を逆にしたのもこんなミス初めてですけどね。いかんですね、最近たるんでますね。まあでも特にチケットを再印刷するとか何もなかったんで、はい、まあ、このまま乗っていこうと思います。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ということでゲート潜りました。1ヶ月ぶりの出国ですね。
台湾行ってからも1ヶ月ぐらい経ったんですね。あっという間だな。まあパッと見ですけど、お客さん9割がベトナム人、1割日本人って感じですかね。その1割の日本人で何組か私の市長さんがいて声かけてくれて嬉しいですね。駅内に入りました。 321LR ですね。 CA さんミニスカでしたね。なんかね、運が悪いとって言ったら失礼だけど、男性だけの CA のパターンも日本便結構あるらしいんですよね。今回でも女性の CA さんですね。そう、なんかベトジェットで乗るときはそれで当たり外れがあるみたいなこと聞いたんですけど、全然男性の CA さんで私は構わないですけど、そういうのを求めてる人はあれなんですかね。あと言い忘れてましたけど、しっかりとですね、機内持ち込みのこの、まあ、自分で言うとリュックだけなんですけども、計量ありました、うん、きっちり測ってました。皆さんお気をつけください。ということで、間もなくドアが閉まるんですが、横来なかったですね、はい。まあ、でも前の列は3人マックス座ってたりとかしてるんで、前方はね、座席指定しないと有料だったはずです。あのパックとかで選べる人は別ですけど、なんで良かったです、はい。まあ、ベトジェットね、以前乗った時も思ったんですけど、あのキツキツ狭狭 LCC っていう感じではないですね。まあ広くはないんですけども、この辺のなんかゆとりがあるので、でやっぱホーチミンとかに比べるとハノイはあの日本寄りというか手前にありますんで、4時間ぐらいで着くんで、まあ、全然耐えれますね。香港行くのとあんま変わんないぐらいの距離でもいいって考えてもいいぐらいじゃないかな。違うかな。今回は前の方なんで、エンジンより前の座席ですね。ちょっと窓がね、キズキズで、ちょっと景色撮るときに邪魔になりそうですけど、こんな感じです。別に機内は汚いとかはないですね。はい、あとはさすが外資系航空会社なんで、もうすでに機内が、ベトナムの匂いがちょっとしますね。あ、海外好きの人にはたまらない瞬間かもしれません。Thưa quý khách, vì sự an toàn, điện thoại di động và các thiết bị điện tử, 席は主電源を切りください。シートベルト着用サイン消灯後、機内モードの携帯電話、ノートパソコン、電子ゲームをご利用いただけます。You're welcome and well on board Airbus D21 with Jeddah Company, operating flight number 9290 from Nagoya to Hanoiba International Airport.Hãng hàng không Vietjet, máy bay Airbus 321, chuyến bay mang số hiệu VJ929. 日本とベトナムのハノイには2時間の時差があります。皆様、本日はベトジェット929便名古屋行きにハノイ行きにご搭乗いただきましてありがとうございます。この飛行機はエアバス A321 で運航いたします。ハノイ・ノイバイ国際空港までの飛行時間は5時間40分でございます。当便は全席禁煙でございます。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 Please locate your nearest exits. ご搭乗機には計8カ所の非常口がございます。ということで、定刻は9時25分、離陸ですけど10分以上早く、行くみたいですね、はい。仕事早くていいですね。スムーズです。
で今離陸して20分ぐらいが経ちまして、今機内サービスの時間ですね。事前予約の、食事の人かなを配ってますね。で今回予約はしてないけど、何か良さそうなものがあれば注文しようかなと思ってるんだけど、メニューがないんだよね。そうシートポケットにあるメニューをご覧くださいって、まあ、日本語のアナウンスを言ってたんだけど、探しても入ってないな、隣の席も。でこの雑誌も今どっかのページがメニューになってるのかなと思ったんだけど、なってないんだよね。だから何があるのか分かりません。機内食をもらったんですけど、どうやらね機内食がセットになったプランをやっぱり予約してたみたいですね。ちょっとどっちか分かんなくて、多分してないだろうなと思ったんですけど、うん、ありましたなんでまあ他のものを頼もうかと思ったけど、これがあるならこれでいいです。で、なんだろうね、これカシューナッツかなと、ちょっと開けてみますね。これはミートソーススパみたいなスパゲッティですね。ちょっと匂いが若干パクチーの匂いしますけど、ちょっと変わった色してますね。トマトソースではなさそう。これはチリソースかな、ホットチリソースって書いてあるね。何これにかけるってことなのかな、うん、まあでも食べましょうお腹空いてないけど、さっきうなぎ食べたからね。頑張っても開かなかったんで、思いっきり引きちぎるとソースが飛び散りそうなんで、まあやめとけます。これもね、どうなのかな、ベトナム料理のうちに入るのかな。トマトソース感はゼロですね。で若干ツナっぽい味もするけど、ちょっとよく映るか分かんないけど、パクチーのつぶつぶが入ってるから、ベトナム風スパゲッティなのかな。まずくはないけど、そこまで美味しくはないです。Được kể từ các bạn sân bay Nội Bài tốt với nhiệt độ trung bình bên ngoài vào khoảng 30 độ C. Thay mặt hãng không Vietjet, phiên đoàn xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những気温は摂氏30度でございます。安全のため機体が完全に止まり、シートベルト着用サインが消えるまで今しばらくお席にてお待ちください。本日のご搭乗誠にありがとうございました。またベトジェットで次のご搭乗をお待ちしております。ということでハノイノイバイ空港到着しました。予定よりもね40分早い装着ですね。 LCC によくあるパターンですね。ありがとうございました。
ということで、起き止めなのでバスでターミナルまで行きます。それでは入国審査を受けようと思います。アライバルカードとかワクチンの確認とかもう一切何にもない状態で入国できますね。めちゃ楽だと思います。ということで今荷物受け取って出てきましたけど、すごい人ですね。なんか有名人来るみたいですね。何なんだろう、花束を持った人たちがめちゃくちゃいるわ。ちょっと巻き込まれたくないんですぐ出ます。空港激混みだ困るな。ということで改めましてハノイノイバイ国際空港、半年ぶりぐらいに到着しましたけど、あの、ね、飛行機は、ね、早く着いて入国審査もめちゃくちゃスムーズで、あ、これ素晴らしいなって思ったんだけど、なんとね荷物を受け取るのに1時間半ぐらいかかりまして、ベトジェットの荷物だけね全然出てこないんですよね。ベトナム航空とかね他の航空会社はすごい早く出てきてるのに、ベトジェットだけ7時間半ですよ何にもないところで待ちました。さすが LCC だなと思いましたね。せっかく装着したりね、スムーズに出発もしたりしたんで、最後でちょっとマイナス点ですかね。そういう待ち時間が耐えれない人はもう LCC 選ばない方がいいかもしれないですね。 LCC あるあるです、この荷物が出てくるのが遅いっていうのはね。ということで今回の動画ねちょっと短いですけど、これで一旦区切ろうと思います。セントレアからベトジェットを使ってハノイノイバイ国際空港に来てみたっていうことで、終わります。次回はですねハノイ、まあ、今回滞在時間は、ね、2日間しかないんですけど、ハノイで滞在している様子をまとめるのと、また今回の泊まるホテルとかその辺もちょっと紹介しようかなと思います。一旦終わります。ご視聴ありがとうございました。引き続き見てください。それでは。